皆さんこんにちは。初等科国語に学ぶの時間です。本日も私桂木奈美がお送りします。さて今日はですね、ちょっと久しぶりに戦争に直接関係のあるお話になります。皆さん靖国神社にも軍馬とか軍犬とか軍球、鳩ですね、軍に使われていた鳩の慰霊碑があるのをご存知でしょうか。はい、ちょっとね、目立ちづらいところにあるのでお気づきでない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、戦時中は盛んにそうやって、動物そして、鳥なども使われていたんですね。でもそういった生き物たちに感謝を捧げて、慰霊碑が作られたんだと思います。そんな中で、犬との物語がこれからご紹介する「軍犬トネ」になります。お聞きください。22、軍犬トネ。トネは小さい時、文子さんの家で育てられた勇ましい軍犬です。文子さんがちょうど3年生になったばかりの頃、おじさんの家から子犬を1匹もらってきました。その親が軍犬として戦地で働いていると聞いた文子さんは、もらった子犬も立派な軍犬にしてみたいと思いました。子犬にはトネという名を付けました。それはおじさんの家のそばを流れている大きな川の名を取って、お父さんがお付けになったのです。文子さんの家ではみんな犬が好きでした。トネの来るずっと前にも犬を飼っていたことがあるので、文子さんは本当によくトネを可愛がりました。朝夕体の毛をすいたり、キレで体を拭いてやったりしました。毎日決まったように運動をさせてやりました。食べ物にもよく気をつけて、間食などはできるだけさせないようにしました。おかげでトネは子犬のよくかかる病気にもならないですくすくと育ちました。トネは賢い犬でしたから、文子さんに教えられるとお預けでもお座りでもすぐ覚えました。文子さんはトネがどこへでもついてくるので可愛くてたまりませんでしたが、ただ学校へ行く時、何べん追い返しても後からついてくるのには困りました。文子さんはおじさんに聞いてトネに「待て」を教えました。子犬ですからこれはなかなか聞きませんでしたが、決して叱ったり叩いたりしないで、少しでもできると頭を撫でて褒めてやりました。後には文子さんが学校へ行く時、飛んできても「座れ!」「待て!」と言いますと、行儀よく座ってお見送りをするようになりました。こうしてその年の秋も過ぎ、冬の初めになりますと、トネはもう子犬ではありませんでした。近所のどの犬よりも大きく見えました。3年生の文子さんが連れて歩いているのに、向こうから来る人は大人でも遠くから避けて通るほど強そうな犬になりました。お正月が来ると間もなく、文子さんが願っていたようにトネは軍隊の軍犬班へ入ることになりました。出発の前の晩、文子さんはトネにたくさんのご馳走をしてやりました。自分の育てた犬がいよいよ軍犬になるのだと思うと嬉しくてたまりませんが、別れるのは本当につらいと思いました。文子さんは日の丸の小さな旗を作ってトネの首につけ、寒い日の朝、お母さんと一緒に停車場まで見送ってやりました。2、それからのちトネの係の兵隊さんから時々トネの様子を知らせてきました。文子さんも手紙を出しました。文子さんが4年生になった秋の頃、兵隊さんから次のような手紙が来ました。トネは大層立派な軍犬になりました。高い障害をわけもなく飛び越えます。腹を地につけて伏せをしたり、川を泳いで渡ったり、遠くに隠してある手袋を素早く探し当てたりします。もう軍犬のすることはどの犬にも負けないで立派にやり遂げます。あなたから手紙が来るとそれをトネに見せてやります。トネは懐かしそうに匂いを嗅ぎながら目の色を変えて喜びます。あなたが可愛がっていられたのと同じ気持ちで私もトネを一生懸命育てています。どうぞ安心してください。3、それから半年ほど経ってちょうど文子さんが5年生になった頃、トネは勇ましく北シナへ出征しました。利口なトネは戦場で敵のいるところを探し当てたり、夜不意に近寄ろうとする敵の見張りをしたり、タイとタイとの間のお使いをしたり、何をさせても素晴らしい働きをしました。そのうちにトネのついている部隊は何倍という敵を相手に激しく戦う時が来ました。味方の第一線は敵前わずか50メートルというところまで迫って塹壕の中から敵を攻撃しましたが、敵は多数で弾は雨あられのように飛んできます。味方はそのままで1週間も頑張り続けましたが、その間第一線と本部との間をお使いする者は軍犬トネでありました。トネは毎日5回も6回もこの間を行ったり来たりしました。首輪の袋に通信を入れてもらって「行け!」と言われるが早いが、どんなに激しく弾が飛んでくる中でも勢いよく駆け出しました。後には敵がトネの姿を見つけて弾を浴びせかけます。それでもトネは弾の下をくぐるように抜けて走り続けました。係の兵隊さんはもちろん、みんなの兵隊さんがトネのこうした働きを見て涙を流すほどでした。いよいよ我が軍が敵の陣地に突撃する日が来ました。午前5時、まだ辺りは薄暗い頃、トネは最後の通信を首にして「行け!」の命令とともに走り出しました。敵の弾がうなりを立てて飛んできます。トネはひた走りに走りました。本部ではトネの係の兵隊さんが今にもトネが来るだろうと思って待っていました。すると向こうの高梁のあぜ道の間にトネの元気な姿が見えました。よし来いトネと兵隊さんは呼びました。トネはもう100メートルで本部というところへ差し掛かりました。ちょうどその時敵の弾がバチバチと飛んできました。トネはばったりと倒れました。よし来いトネ、よし来いトネと係の兵隊さんは気が狂ったように呼び続けました。この声が通じたのか、トネはむっくりと起き上がりました。しかしもう走る力がありません。係の兵隊さんは敵の弾が飛んでくるのも構わず這うように駆け出してトネの体をしっかりと抱きかかえました。1時間ばかりの後、我が軍は勇ましく敵に突撃して、とうとうその陣地を占領しました。4、トネの手柄は係の兵隊さんから詳しく文子さんに知らせてきました。そうしておしまいに、トネは足をやられただけですから間もなく良くなることと思います。トネはそのうちきっと統合交渉をいただくに違いありませんと書いてありました。この手紙を見て文子さんは「まあトネが」と言ったまま突っ伏して泣いてしまいました。トネは偉い、感心なやつだとお父さんも涙を流しながらお喜びになりましたというお話です。いやちょっとね胸にグッとくるストーリーですよね。実はこれはですね、戦中軍歌にもなって歌われていたお話でもあるんです。でちょっとここで日本の軍犬の歴史についてご紹介したいと思いますが、近代の日本では秋田犬とかテリアが訓練されたこともあったんですが、主役になったのはこのトネの犬種でもあるジャーマン・シェパードだったんですね。で、近代以降においては大日本帝国陸軍では日清戦争、日露戦争で警備犬として犬の運用が、ほんの少しですけれども始まったんですね。そして明治43年1910年ですけれども、台湾の高砂族の武装蜂起に際して探索犬、探す犬として、警察犬の供給を受け運用した記録が残っているそうですが、組織として軍犬の本格的な運用は第一次世界大戦以降でした。日本国内にジャーマンシェパードの移入が行われて、それ以降ということなんですね。陸軍の歩兵学校内に軍犬の育成所が置かれまして、シェパードを中心にドーベルマンですとかエアデールテリアを用いた軍犬の育成が行われていたそうです。で、民間もいろいろと協力をしていたんですけれども、犬の民間からの供給も受けて育成された陸軍の軍用犬、今回のお話もそうでしたけれどもね、というのは満州事変以降伝令犬や警備犬として中国戦線で顕著な活躍を見せました。人間の兵士同様に犬の出生の壮行式が行われる例も見られるようになったんだそうです。そして、1939年には「軍用犬の出生」というタイトルの子ども向きのニュース映画も朝日新聞社によって制作されていたそうです。で、満州国の成立以降はですね、関東軍も軍犬の育成所を満州国域内に設立して、最盛期には 3,500 頭以上の軍用犬を飼育していました。また同じ時期に帝国海軍もですね、警備犬として軍用犬の導入を開始しました。しかし大東亜戦争以降はですね、連合軍側の軍用犬の技術が向上したり、近代兵器、どんどん弾の威力も増す、スピードも増すっていう兵器が発達したことによって、次第に軍用犬の活躍が見られなくなっていきました。で、冒頭申し上げました通り、靖国神社にはこのような軍用犬を祀る慰霊祭のほか、軍馬とか鳩、軍の軍級といいますが、お祀る慰霊碑も建てられておりまして、慰霊祭も毎年行われています。そして現在の自衛隊でもですね、陸海空それぞれにこの軍用犬、陸上自衛隊では軍という言葉は避けていますけれども、警備犬として、活躍しています。私もかつてですね、航空自衛隊の、青森県にある分屯基地、駐屯地、普通の基地よりも小さい分屯基地というところに取材に行った時ですね、弾薬庫がそこにはありまして、弾薬庫の警備犬として、このドーベルマンが活躍していましたね。で、海上自衛隊の警備犬の中には災害救助犬の検定に合格している犬が2頭いるそうで、東日本大震災においても災害出動をしています。そのうちの1頭は海上自衛隊の呉増収補給所油をためる、貯油所の警備犬でして、その金剛丸というジャーマンシェパードはですね、生存者捜索に従事し、帰還後に体調を崩して2011年の8月9日に4歳4ヶ月で肺炎で死亡したなどということも紹介されています。ということで、ちょっとね、見落としがちなんですけれども、戦においては人間だけでなくこういった動物たちも国のために一緒に戦ってくれたということ、そしてその生き物たちを日本人は大切に慰霊をしてきたということもちょっと覚えておいていただけると嬉しいなと思います。ということで本日はこの辺りで締めさせていただきます。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週。